皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルマサでございます。今日はですね、シンガポールまでやってきました。この水槽が満たしくてですね、やってきましたので、ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。シンガポールのリバーワンダーです。リバーワンダーに来たかった。あまりに雨の音がひどすぎてアフレコに結局しましたけれども、こちらがですね、リバーワンダーの中なんですが、ここをですね、リバーワンダーというのは一体何なのかというのをまずご説明しますと、川をテーマにした、いわゆる水族館なんですけども、テーマパークというか水族館なんですけども、水族館のイメージをはるかに超えたスケールで、淡水魚が中心に、川を中心にして動物もいるんですね。でちょっと雨の影響で見れないところとかがいくつかあって、で我々が見てるのところというのは、あの結構ね、この雨がよく降るというのもあるんですけれども、南国ですのでね、でスコールみたいな雨が降るんですけども、そういうのに対応して屋根がついてるところ、でほとんど屋根がついてるんですけども、一部屋根がついてないんですね。ですからそういうところは見れなかったっていうところなんですけれども、なんかボートでね渡っていってみたいな場所があったんですね。そこは残念ながら見れなかったですけども、今回目当てはピラルクの水槽なので、こういった小さな魚たちは、正直ねそんなに関心度は高くはないんですけれども、最後まで見ていただければと思います。いろんなレイアウトがですね、やっぱりこういう水族館とか来ると面白いなと思うんですけれども、こちらの水槽はアフリカの水槽ですかね。アフリカの水域をイメージしてますね。ポリプテルスビチャーとか、あと何がいるんだろうな、これ。シクリットですね。シクリットがいますね。それから、ちょっとキャットフィッシュみたいな巨大なのがいますね、これね。でビチャーと書いてますけども、そんなに巨大なのがいるかな。大きいといえば大きいですけどね、普通に小さな水槽にいれば大きいんですけど、水槽が巨大なのでこの大きなキャットフィッシュが目立ちますね。アフリカの水槽ということではこんな感じですかね。このアフリカだとか、それからアマゾンだとかオセアニアだとかね、いろんな川をテーマにしてますので、その地域ごとに大きな水槽で展示してるという感じですね。次の水槽はですね、キャットフィッシュ、ターポンがいそうですね。それからナイルパーチ、大きい目立つとこではこのターポンですね。これがかっこよかったですね。私もターポンを今飼育していて、ちょっと知り合いに預けてるんですけれども、これがですね、うちのアクアハウスにもやってきますけど、このスケールを見ちゃうとびっくりのかっこよさですね。そして群栄してますね。でナイルパーチもですね、もはや日本では飼育できなくなってしまったので、どんなのがいるのかなと、どんなサイズのがいるのかなということを期待してましたけれども、ちょっとねこのターポンに圧倒されて、本当に90センチとかありそうです。1メートル近くありそうなターポンで、ものすごい綺麗に展示してますね。そしてここにいたのがナイルパーチですね。ナイルパーチ、これですね、昔は飼えたんですけど、今はね飼えなくなってしまいましたのでね。そしてこちらはアフリカンシクリットの水槽かな。かっこいいですよね。こういう展示がですね、非常にかっこよかったですね。これはアフリカなのでティラピアがいて、ジムナルクスがですね、この中で泳いでるんですけども、この他にゴリアテがいたかな。このごついのはゴリアテですね。ゴリアテタイガーですね。結構ねこういう肉食魚とティラピアみたいな魚を混泳させてるんですけど、ティラピアが多分水槽内でね、巨大な水槽なので繁殖してるんだと思うんですよね。なのでたまに食べられちゃったりするんだと思うんですけど、あんまり
関係ないのかなって感じですね。どんどん増えるのかなという感じですかね。多分このバランスが取れてるんだと思いますね。あとはまあ餌をやってるからそんなに生きた魚にがっつかないのかもしれないですね。続きましてはちょっとこの辺は見れなかったんですよね、残念ながら。そしてオセアニアですね。オセアニアの水槽はネオケラがたくさんいましたね。そしてなぜか鉄砲魚と混泳しているというね、こんな状況ですね。ネオケラ可愛いですよね。優雅に泳いでます。この水槽はすごそうですね。多分メコンだな。メコンジャイアントキャットフィッシュ、メコン大ナマズ。部分的にその場で録画した画像を出してるんですが、ちょっとやっぱり音がうるさいですよね。なのでちょっとアフレコにしちゃいましたけど、このメコンオンナマズのこの混泳がすごかったですね。この水槽もすごいですけど、こんなにたくさんいるんですよね。そしてパーカーホーとかね、そういったコイカの魚も混泳してますね。こちらがメコン川のイメージですかね。メコンオーナマズですね。パーカーホーもいます。そして上の方に、ね、アジアアロワナもいるというね、こういう水槽でしたね。まあ、水槽の高さとかも奥行きも凄まじいので、まあ、魚が小さく見えるんですけど、一匹一匹がかなりでかいですね。まあ、長くこれを見ていられるような水槽でしたね、本当に。これがメインなわけではないので、これから最後まで本当に楽しみですので、ぜひご覧ください。そして続きまして、こちら同じ水槽にですね、これはタイのエイですよね。巨大なエイですよね。これが淡水エイの中では最大級になるエイですよね。ちょっとねこっちにもうちょっと来てほしかったんですけども、うまく撮影ができておりませんが、このメコンオオナマズの水槽にいました。次はですね、中国のこのイメージなんですけども、チョウザメですね、このチョウザメもかなりでかくてですね、かっこよかったですね。うおーっていう感じでしたね。近くに寄ってくるとこのド迫力がなかなかこの動画で伝わるかわかんないんですけど、本当にどでかいですね。まあただ日本にもね、チョウザメ水族館なんかに結構大きなのいますので、まあ、そういう意味では、まあ、そんなにっていうかもしれないですけど、まあ、これがメインじゃないですからね、まあ、こういうのもいましたということでね、かっこよかったですね。シルバーアロワナの池ですね。ほら、あそこにいるじゃん。あそこの水草の上とかにいるじゃん。あそこに3匹ぐらいいて、まあ雨降っちゃうと水が濁っちゃうんだよね。でもこんな環境でシルバーアロワナを飼ってるのはいいですね。森です。ジャングルだ、ジャングル。これね、キャットフィッシュ、ナマズの一種ね、ピライ。これね、マナティ、マナティ。ピラルクがいないね。
これさ、ターポンだよな。ターポン。とか食べるから。で、これコロソマでしょ。水槽がでかすぎてピラルクがいるかいないか見えない。なぜかターポンがいるのはよくわからないんですが、これ多分ピライバー。水槽を見に来たと言っても過言ではないですね。はるばるシンガポールまで来たからね。あ、出てきた。このゆっくり大きな施設ではこんなにピラルクってゆっくりしてるんですかね。ピラルク1匹でした。マナティが何匹かいるみたいな気がしますね。まあ2メートルはないかな、このサイズ感だと。でもこんだけでかい水槽ですからね、将来的には本当に巨大化できるでしょうね。というか私が見たピラルクの飼育施設としては最大じゃないですか。こんなでかいところでピラルク飼ってるところ見たことないですよ。そしてゆったり泳いでますね。巨大なアイスポットシクリットもなんかすごい気になるんだよな。
ね、やっとレッドテールが近くにやってきましたね。これぶつかるぐらいの勢いです。水系ですね。本当にかっこいい水系です。本当はここにピラルクがもっといたんじゃないかなと思うんですよね。で、なぜここにアトランティックターポンがいるかっていうのはちょっと謎なんですけれども、ちょっと私の知る限りアトランティックターポンってアマゾンに来るんですかね。ちょっとまたなんかのミステイクなのかわかんないですけど、でマナティというのはアマゾンにいるようなので、まあ問題ないと思うんですけども、でこの大きな水槽なんですけど、まあいろんな説明書きが書いてあったんですね。でこのアマゾンのこの水域というのは、まあ、地上から3メートルとかもっとあるのかもしれないですけど、普段乾燥してる時は完全に地面がむき出しになるらしいんですよ。そして雨季が入るとこの3メートルぐらいのところが全部水に埋まって、このようにピラルクだとかマナティとかがやってくるということでね、すごいスケールなんですよね。でそれをまあ再現した水槽ということでこういうふうになってますね。なぜかレッドテールが縦になっちゃってますね。まあこんな感じでですね、このリバーワンダーというのはまだまだ見どころがたくさんあったんですけども、ちょっとポイントポイントで私の興味のあるところを皆さんにお見せするという形になりました。でこれからですね、ちょっとこの上からこの水槽を見たという場面をちょっとお見せしまして、この動画をそろそろ終わりにしたいと思うんですけれども、この動画の続きとしてですね、ここにはですねナイトサファリ、それからシンガポールズー、それとまた別に島を渡ってですねセントーサ島という島のところに行きますと、こちらがまた水族館が別にあります。まあ、こういったものをですねまたご覧いただきたいなというふうに思いますので、また次の動画も楽しみにしていただければと思います。ありがとうございました。